すする TV! ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今年オープン深夜の麻布界隈を盛り上げるチャーシュー麺のお店こちらです。ドン都営大江戸線六本木駅から徒歩10分くらいのところにあります麻布チャーシュー軒さんにお邪魔してます。こちら麻布チャーシュー軒さんは今年の6月にオープンしまして、なんとですね、朝の11時から翌朝の7時まで営業されているという超ストロングスタイルのお店で、おつまみやアルコールも充実していて飲みでもいけるし、麻布界隈で飲んだ大人たちが締めのラーメンもすすりに来るという新進気鋭の人気店となっているんですが、せっかくね飲みもいけるお店ということで、夜の部でねおつまみそしてビールを楽しみつつチャーシュー麺も吸ってきました。どんなお店になってるのか早速見ていきましょう。レッツゴー。こんばんは、夜の六本木でございます。今日一日中電気グループ聞いてたら終わったわ、もう夜になっちゃった、すごいびっくりしました。はい、そんなわけで麻布チャーシュー軒というお店、まあ、ここ六本木駅からね、まあ、徒歩10分15分ぐらいですかね、六本木で遊んだ締めラーメンにもね行けるお店にもあってまって、まあ、今日は別に締めでもなんでもないですけど普通に失礼しましたということで、皆さんからいただいたコメントの方も読ませていただきます。すするさんってやっぱり麺類の中だったらラーメンが一番好きなのかな。いやまあでもやっぱね一番好きなうどんですね。なきゃあるかおい、なんでラーメンこんだけやってんのよ。もう8年、もうだから2015年からやってますんで8年やってますから、さすがにラーメンが一番でしょ。もうもちろんそば、うどん、パスタとかその他の麺類も大好きですけど、やっぱりねラーメンに勝るこの満足度とかなんかそういうのを得られるのはね、ほんと他にはないかもしれない。やっぱラーメンでしか摂取できない栄養があるんだよね、ほんと。すする TV お断りって書いてる店にこっそり行ってみた、やってみた。いやこんなピンポイントで書かれてることあるのかな。 YouTuber の方お断りかテレビお断りとかだったら分かるけど、すする TV お断りってもうめちゃくちゃ俺めがけてきてるじゃないか、マジで。俺のこと嫌いな店じゃんこれ。まあでももしねこういった張り紙を見かけた方いらっしゃいましたら、ね、僕にご一報ください。ちょっとどうにかして行ってみたいと思いますんで、もしあったらね。はい、そういえばすする TV のパクリのマネル TV ってご存知でしたか。ね、ちょっとね調べて見てきたんですけど、九州の方らしいですね。九州の方が、まあ、すする TV 風にラーメンの紹介をしてるっていう、なんとも言えんなそのチャンネル、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いやありがとうございます。こちらこそ。どこ行ってきたの。あ、いやこれから行くんですよ、麻布チャーシュー軒っていう西麻布の方にある新しくできたお店なんですけど、そこにこれから行こうと思って、今ちょうど今めっちゃ嬉しかったな、なんかすごいうわーおみたいな感じになったんで、もしね皆さんも街中でするを見かけた場合はぜひぜひお声掛けください。ついでにですねチャンネル登録、さらに高評価なんかも押していただけると大変励みになりますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。それではもうちょっと、ね、夜の六本木を歩いていきましょう。もうちょい着きますね。赤のれんの近くなんですね。六本木とかでラーメン食べる人だったら分かるかもしれないですけど、博多ラーメンの赤のれんとです。博多にもあったんだけど確か本店が赤のれんの近くらしいですね。はい、カメラめっちゃ明るくて、なんつうのかな、このエスニックなんか香港とかにありそうな雰囲気の、なんでここ海外感あるんですよね。ちょっと早速進んでいっちゃいましょう。レッツゴー。さあ、アザブチャーシュー軒さん注文せです。アルコールやおつまみも充実しているので、まずはこちらを注文。よっしゃ、瓶ビールのチューと青菜炒めと、あとチャーシューマイを3つ。はい、あ、いや 5個にします。チャーシューマイ 5個で。はい、めっちゃお店大盛況です。周り見るとラーメン食べてる人もいるんですけど、結構飲んでる方も多くて、せっかくなんで瓶ビール注文してしまいました。ではまず瓶ビールをグラスに注いで乾杯しちゃいましょう。夜20時くらいの訪問でしたが、店内は大盛況ですんごい大人気っぷり。隣では女子会が開催されていて、ハイスペックな雰囲気のお姉様方がハイソサイエティな会話をしており、俺は本当に毎日ラーメンを食べる活動をしていて大丈夫なのかと自問自答しながら、ビールをしっぽりと飲んでいるとおつまみが到着。こちらがチャーシューマイです。シューマイというよりはどちらかというと餃子に近い餡の作り方をしており、ニラが多めになっていてビールとよく合う。ペースもどんどん進んでいき、なんだか今日は酔いが回るのが早い気がする。そしてここで卓上の薬味をチャーシューマイにつけてみると、これが結構辛くてまたビールが進む。さてお次は青菜炒めが到着。ニンニクのパンチ、そして鷹の爪のピリ辛さがまた体にアルコールを欲させ、ラーメンが来る前にすっかり出来上がってしまう。騒がしい六本木で一人静かに飲むという雰囲気も飲み込んでるとやってきました。こちらが麻布チャーシュー軒さんのチャーシューワンタン麺味玉トッピングです。うおーい、味玉が綺麗にパッカーンと割られた映えビジュアルに目を奪われていると、ふわっと煮干しの香りが漂いビールを飲んだ後の締めのラーメンとしては相性バッチリな雰囲気。たっぷり入ったワンタンも気になるぞってことでいただきます。まずはスープから。うめい、表面に張った油が口当たりまったりこってりとさせつつ、煮干しがしっかり香る甘みのあるスープを飲めば旨味がギュンと
化促進。ビールを飲んだ後にはジャスティスな体に染み渡る味わい。ベースとなる鶏豚の動物系スープもどっしりと構え、そこに香り豊かな煮干しが乗り、旨味が濃密に詰まっている感があって、ぐいぐいスープを飲めちゃう。これは夜じゃなかったら堪忍しちゃうやつだな。さあお次は麺をリフトアップしてイエススースルードラーイ。スープをまとって油も絡むぬらっと輝くたんびな麺は、すすってみれば張り腰ツヤ完璧な椿を思わせるもので、煮干し味豊かなスープをしっかりと持ち上げる。滑らかなすすり心地がまた次の一手に拍車をかけ、ビールもめちゃくちゃ進みましたが、それ以上にラーメンが進む。店主さんは鴨とネギや手打ち親鶏中華そば綾川など、都内でも人気のお店のオープンに携わり、その後独立し荻窪のゼアイズラーメンをオープンさせた実力者でもあり、その実力はしっかりとこのラーメンでも体現されています。ではここでいよいよチャーシューいってみましょう。チャーシュー券と言うんだから気になっていましたが、食らってみると脂身の乗ったバラ肉はじゅわっと染み出る豚の旨味がナイスで、薄切りなので非常に食べやすい。ビールとの合わせ技も完遂し、酔いどれ知らずいな酔いどれすすろう。夜はまだまだこれからだぞと言わんばかりにノンストップですすっていきます。てな感じでワンタンは皮のみでスープを吸ってじゅるんと飲めるもの。個人的にはあんなしの皮ワンタン好きなので、ここでまたテンションが上がります。そんなこんなで後半は温度が下がり、より煮干しの風味をくっきりと感じることができる。密度高めなうまうまスープを舌の上で転がし、麻布で夜にラーメンをすすっているという大人感にもどっぷり酔いしれていく。昼から朝までの超ロング営業ということで、麻布界隈で飲みながらラーメンを楽しめたり、終電なくなっても締めのラーメンをすすることができたりということで、唯一無二の存在感を発揮する麻布チャーシュー軒さん。ハイソでオシャンティーなランデブーを繰り返しているとラストに味玉を食らって、本日も完食です。大変美味しくすすれました。スタッフさんに味変の辛いやつおすすめと言われていたのですが、入れるのを忘れるほどに夢中になってしまいました。今度は卓上調味料も使いたいし、ルーローハンなども気になります。それではごそれおう。はい、ごちそうさまでした。いやー、麻布チャーシュー軒さん行ってきたんですけども、うまかったですね、うん、あとなんか知らんけどめちゃくちゃ酔いましたね、はい、いや結構お客さんもうすげえ多かったですよ。もうほんと満員御礼、僕入った時もうマジで満員御礼ぐらいの感じで、なんか隣ですごい仕事できそうな女子たちが、あの女子会みたいなやつでそこの隣だったんでめっちゃ緊張しちゃって酒飲んだらなんか気づいたらすげえ酔うっていうね、はい、いやにしてもね、まあ、ビールも美味しかった、まあ、ビールとねそれに付随する、まあ、あと青菜炒めが美味しかったな個人的には、うん、シューマイはね結構変わってますね。あれなんかシューマイというよりはどっちかといったら本当もうなんか餃子みたいなこう中身あんのか作り方としてて、ニラとかが入ってる感じのやつなんで、人によってはちょっと好み分かれるかもしれないですけど、僕は青菜炒め美味しかったですね。そしてビールでねしっかり醸造をつけておつまみをいただいたところで、チャーシューワンタン麺の味玉トッピング注文したんですけども、もうまずねあの寸胴に入った煮干しの量が僕すごいなと思って、店内ねすっごいこう煮干しの香りプワーンといい香りしてて、これだけでね結構食欲そそられちゃうんですけど、寸胴見てもうほんとはみ出るぐらい煮干しが入ってて、今マジで煮干し高いらしいんで、あれだけ入ってるなんか若干原価大丈夫かみたいなそういう心配もしちゃいましたけど、いやでもねやっぱそれ通りしっかりとスープ煮干し味ふんだんにこう香って、ほんのり甘みもありつつね、やっぱこう煮干しの旨味がギュンとこう効いてて、いやめっちゃ美味しかったですね、うん、そしてチャーシュー券と名前がつくだけあって、あのチャーシューがねとろっとろで、まあ、一枚一枚は結構ね薄切りなんですけど、あのチャーシューもね美味しかったですね。そして煮干しベースのスープとしっかりマッチするあの中細のストレート麺も美味しく、つるっとね喉越しよくて風味もねしっかりしてるんで、麺自体も美味しかったですね、うん、まあ、チャーシューの他にもトッピングメンマもね麺も美味しかったな、コリッコリしてて、まあ、あとワンタンですね。ワンタンはねあのあんが入ってないタイプのもう皮だけのワンタンで、もうチュルンとした喉越しを思う存分楽しめるんで、ああいうワンタンも結構好きなんですよね。皮が薄くてすっごい繊細なワンタンなんですけど、喉越しがねとにかくいいんでめちゃくちゃ美味しくいただきましたね。まあ、周りのお客さん見せてもね結構あのビールとお酒一緒に注文してる方も多くて、まあ、僕今日ね8時ぐらいに伺ったんですけど、なんならもう深夜が一番混むみたいですね。深夜2時とか3時とか、あとはもうほんと早朝朝の7時までやってるんで、5時とか6時あたりもかなりカオスな感じになってるらしいです。アルコールとかもねすごい充実してて、あとおつまみもあるんで、逆にもうラーメンだけで帰るっていう人の方が少なそうな雰囲気でした。みんなシューマイとかなんか頼んでたし、六本木とか麻布近辺でよく飲みますっていう方とか、朝の7時までやってるっていうのはめちゃくちゃ心強い味方だと思うんで、ぜひぜひすすりに行ってみてくださいということで、ごちそうした。それではするの公式キャッチフレーズ、麻布チャーシュー軒さん、真夜中のミッドナイトや深夜にもやって、さらに朝までやってるっていうのが本当にすごいですね。